今日は雄大チャンネル。どこなんこれ。これはなんか大阪の福島の公園なんですけど、今日はあの春休みということでなんか野球のめっちゃうまいコラボとコラボすることになったんですよ。なんか甲子園出てるらしくて、そう、ミキゴリくんね。あともう一人一個下の子なんですけど、なんか甲子園でなんか結構活躍しとった子らしいんですよ。見てください。でもなんかでも顔茶色くないですか。でも酒のタバコやっとんなあいつら。まだ二十歳超えてるんで。出てない。誰え、じゃあ俺らバリバリやってた。俺らバリバリやってた。めっちゃ保険かける。前あった時なんか。いや、俺らバリバリやってたから。俺ら、ゆうだよ、外駅。ゆうだよ、外駅。俺、なんかほんまにチームあんま言いたくないけど、3ヶ月だけ外駅とった。すぐやめた。ちゃんと公式やってるから。ポール関西しんどすぎてやめた。関西ですか。そう、関西。関西の人みんな野球うまいでしょ、やって。うん、ブラジル、うまい。ブラジルサッカー。当たり前、小学校の頃に親父に野球やらされて、バッティングセンター行かされてるやつら。かわいそうに、ほんま。それ今何やってんの、今現場しとるわ。おんまおちゃおんま親にやされてんねん。下手くそよっしゃ、ということでやりましょう。ありがとうございます。まあ言うだ言うときのバリうまいから野球。遠投130ラ掘るんやろな。遠投関係ないから4番って正確さがな。しかも俺らの1個、僕の1個下なんで、うん、今24の台なんですけど、でもその台めっちゃレベル高いんですよ、野球。1個下高いな。プロめっちゃおるやろ、だってまあプロで活躍してるかどうかは知らんけどな。でもさすがにヤンキーと付き合いに負けたらやばい。いや、勝負俺らバリうまい。軽く一回じゃあ飛距離とか見たいからさ、俺一回トスかなんかで俺あっち守っとくからさ。じゃあ右ゴリ下手くそ説立証しよう。確かに。みんなに言われてるから。証明できるね。え、まさかのあれじゃん、右ゴリが持ってたレガシーじゃん。レガシーよ。バリ飛ぶんじゃん。バリ飛ぶんじゃん。あ、これあれちゃう、バットコントロールも見えんちゃう。センター、いや、ガチカットせんでろ。マジ決めるけど。オッケー。うわ、渋っ。やる気ある。大丈夫。本当にうまい。本当にうまいやつ。ちゃんと頭超えたね。バカだるそうに走る。それポールカでやめるわ。え、ちゃんとやん。今軽く打ったやんな。ちゃんと言ったら。バカお前。バカお前。せやな、一回取ってほしいな。守備はもしかしたらうまいかもしれない。送球はちょっとひどかったけど。守備はうまいかもしれない。守備うまい。あれぐらいです。うわ、これはいけるやろ、これは。え待って、センターにバレンティール。バリスライダーしよう。逆に見たいけど。見たいな。じゃあ、ゆうやくん。確かに。いいね、やつ。ゆうやくん打って。いや、ちゃう。飛ばすぜって言ってる。飛ばさないかも。全然聞こえない。これあるあるね。なんか言うてる、なんか言うてる。なんか言うてる。やばい。よいしょー。ユウダイくんバッティング見たくないし、こっち側じゃエグいんじゃん。あって右折りダメでんで。つかない。でまずレベル1ここ超えたら OK。 レベル1な。右やん。あんなん超えれるやろ。ハハ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 
おお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 みんなダイエットダイエットただ打ち方こうなってね、野球指導者あるあるこうなってね、こういてよう言うわなガーおちょろちょろあーい今見えちゃった俺の詳細がめちゃくちゃ下手くそやん。高校まで野球、大学まで野球やってましたね。グローブ当たってたね。次そうやろ、みたいな。カメラ持ってか死んだ下手くそよ、バッターがいや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 、ちょろっとグローブ当たってんねん。あれはエラーに入りますね、お兄さん、うん、え、これ、え、正味レベルちゃう。レベルちゃう。いや、マジでレベルちゃう。いいね。だって甲子園やもんな、4番やもんな。学生で放り込んだもんね。うっせやろ。ガチで。バックスクリーンもいけるぐらい。うまい。え、てか、弾道終わり。ちょっと守備したいわ、ちょっと。え、弾道終わり。一番楽しんでる。満腹じゃねえ。満腹じゃねえ。なんかグリとグラみたいやね。グリグラ絶妙に太ってるし。絶妙に太ってるよ。かわいい。えぐい。えぐいね。取れる取れる取れる。いけるいけるよ。ああ。うまいな。いや多分普通に取れるやつを。ファインプレーチックで撮ってるだけ。いや見せるのうまいっすね。そう見せるのうまい。いやこれ売ってる方がやばいからな普通に。なんであっこに落とせんの。分かんない。あの力感でいこう。えぐい。ガチでえぐい。ノックやん。やばい。ええ。やったー。ちょっと本気出す。いやでもこれ。これ以上飛ばないと思う。このバット。邪魔、邪魔、邪魔、邪魔。よいしょ。力んならなるよな。わかる。おお。取れる取れる取れる。あ、でもこれ。おいだ。これ無理だ。もっと引っ張ったら終わりや。気持ち。引っ張ったら終わりやな。カズも意外飛ばすんじゃん。え？え？あ、いきった！え？くっしょ！はぁ？え？え？え？何今の取り方？あれ少年野球でやったら干されんじゃん。いや、逆にむずい。いや、俺キャッチャーぐらいまでうまい。え？これはすごいぞ。飛距離飛距離3メーターぐらい。3もない。じゃあプロスピしてるから俺。これ一番上手い。いや間違いない。まだダイヤダイヤ磨けば。やばい。あでもいけんな。いやでも食べてるから。これはひどい。ダッシュ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 あ、ボールおいこれはひどいな。いやでも、いいだけやけど調子なんだよ。何やねん。あと一回だけ打たせてください。あ、ラスト。ラスト。ラストでじゃあ、あの、目標な、あのマンションの13が出るわ。おい、いいね。いった？いったよっしゃー。甲子園クズレたちと守備練習の勝負するんですけど、ああ負けたら一番最初エラーしたやつが全員重曹から。でも無理なやつは無理。イレギュラーだからまあぐらい。で気持ちでいきましょう。じゃあジュース飲める。焼肉でもいいよね。え、だって焼肉でもいいけど。あんたらに焼肉から10万ぐらいかかる。俺野球部があるバリ飯食うの知ってる。やめようか。じゃあ。はい。
おーうまい。おーじゃあじゃあじゃあ、アンパイ。はいはい。おーうまいうまい。俺守備絶対無理や。おーい、体で。持ってないけど。グローブやられた。はいはいはい。はい。おーうまい。おーい、ナイスキャッチャー。わあ！服いかれた。首やった。首やった。ノック打つ、うまない。で、俺守備。やるぞ。ああ、やだやだ。あだ。え、エンタメ知ってる？ああ、東京までやるね。めちゃめちゃイップスの投げ方やん。ちょっと待って、もう一回やらして、もう一回やらして。あ、え、今のところ、え、これ、え、泣きの一回、これ今のところあいつ俺がジュース払うことはない。うん、これだけいい。うわ、うわ、ぶっ飛びますよ。あー、今のエグい。今のエグい。投げ出した。まあでも一回、泣きの一回で難しい打球やから。そうやな。取りに行かすな。それはおもろい。取りに行かしてるわ。それはおもろい。はい、レイボー、ミキゴリよりうまいやん。ミキゴリよりうまいんじゃん。ヘロヘロ。おー、ナイス。いいよ。はい。バッティングだけ。バッティングだけなの。これむずいね、意外と。なんなんほんまに怖い。大学野球、はい、うわ、いいボール、いい打球、うまい。ミキゴリ早いのよ、とっかの。いや、いいかうわ、終わり。今のでも甲子園とかって普通正面ぐらいじゃん。なあ、絶望。え、正面入れるぐらい、正面入っても。おい、よいしょ、夢をつかめ、夢をつかめ、夢つかめた、今日で。何それ発表追いかけた、発表頑張って、発表追いかけた。なあ、俺が一番どのぐらいけど。俺が一番やけど、一番やんちゃん。取れんかっただけやから。そうか、そうか、取れんかっただけ。で、まあおもろかったね。いや、まあでもちょっと一個さ、不可解なんだ、さ、え、甲子園出てた、出てたやろ。大学まで野球やってたやろ。俺、うん、さっき来へん。普通に衰えたとは言わせ。いや、甲子園出るから飛ぶわけじゃないから。いや甲子園出てた、甲子園出てた。まあそれは全然、甲子園出てなくてもプレー行く人もおるしな。平日の夕方になんで、あ、なんでいいんかなと思って。平日の夕方で来れるんで、多分ここぐらい。なんか柵越えしそうな服装やけど。ケツ見せてよ、ケツ。ほら、でかい野球のケツや。うさぎ飛びさせられとってんだ。カッコもカッコもいいやん。カッコかっこいいやん。エンゼルスやろ。エンゼルスじゃないの。かっこいいやん。おしゃれやん。憧れてるみたいな、うん。え、この後みんな飲みに行こうか。いや、それそうでしょ。え、行くの。行く。え、今日、え、なんかバイトってなかった。バイト。コンビニ。ケーキ。終わり。楽しい人生やな、お前。でも礼儀は正しいから行かせますよ。下積みやんな、下積み。うっす。普段は東京とかでよう勝負してる。いや、東京じゃなくて。本当それこそ関西とか岡山、うん、関西前あれは、え、ようだって中学あれ行ってるもんな、勝負対決はしてもん、あ、対決してる俺らと、でも俺らとはちょ、似てんねん、ちょ、似てんねん、いや、もう今度は初めてよ、似てんねん。似てない、ね、年齢層近い、あ、年齢層近い、あ、年齢層がね、そう、でもこんなおらんかったよ。こんな何してんのみたいな、いなかった。みんなやりやすかった、今日バカやりづらい。こんな感じの見た目やのに、野球部のこれ偏見やけど、めっちゃ女好きやね。ほんま野球も女好きやな、みんな。すごい性欲の顔してるもん。塊やから。え、女にモテるために野球やとった。当たり前やん。え、親のためじゃない。全然思ったことない。ほんまか。お前泣くで、そんなに。モテるため。親にリンク貼ろうか、じゃあ、今のシーンだけ。そこだけ貼って。まあまあ、ありがとうございました。ありがとうございました。おもろかった。おもろかった。ほんで、草野球やりたいな。野球したいな。でもこことはやりたないよ。したいな。ここはもう限界。もう限界。ほんまにしんどい。
あれ今日多分家帰ってあれ何やったやろって先ほど。ここ何やったやろ。待って。さっきのもの。うんは俺野球やってる人はもう成人超えてもタバコと酒だけはやってほしくなかった絶対するやんいやいやいや絶対するやんちゃんとしようや今から頑張るとこや今からプロになれるかもしれへんやん無理やろ大阪ガス入って社会人でホームランって東京ドームで掘り込んだええやんそれでプロ行ったええやんだるいよだって31歳でも目指せ甲子園言うてる人おんねんおんねん白入りでな全然おんねん白入りでまあまあそんな感じですよ、うん、野球つなげてのもと俺おとなしくするしちょっと丸くなったらねやんちゃん俺だやんちゃんちょっといろいろつながりあるからいろいろあるのつながりがいろいろあるこんなん読んだらもうふざけんな言われるからああなるほど嫌われちゃうからまあまあいいですけどそんなんまあありがとうございましたいやおもろかった俺のイメージな守備ヘタ守備 D ああそれいいな数値か数値か数値か FF パワー BF あるいや F にしとこうかわいそうかわいそうやかわいそうパワーあるやろラインドライブ。ライン ドライブ。ライン ドライブ。ライン ドライブ。総合評価63。低いな。ミキサー。ミキサー。あ、プロスピミキサー。なんで野球詳しいんこんなん。めっちゃほんまに本質ついてくるやつ。え、こっちじゃ総合評価。高い。高い。やっぱ。偉そうにしといた方がよかった。逆に。偉そうやったら。俺ほんまに知らんで、親に挨拶しに行く。あの息子さん野球してて生きてますよ。今何してるんで。焼き印のコンビニですよ、お兄さん守備とかってエイグラルやん自己評価は自分の、雄大の俺、うん、守備は、プロ級 G やろ G やろ守備プロ級どこがプロ級練習した S、守備 S 守備は A 練習したエイグラル練習したらってフィルターずるないずるそれ全員やなパッティングは小学校3年生の時に今ソフトバンクの野村大樹と守備したんやって野村大樹が1安打で俺3安打エグいそれはエグいけど難しいもうえ、嘘藤原京太の玉張り三振しとったじゃあそれより下手くそやったそれで見てんねん俺それで見てんねんそこよりは下手でしょ野球をあれだよ少年野球見張ってた感じが分かるの見張ってたらどうせおい、声出したら甲子園あと自分の声が監督できてるかもしれない俺の勝利困ったから許すじゃあもう右上締めなもう一生喋んねんまあそんな感じですうん、むちゃくちゃ嫌いです一番嫌い一番嫌いまあまあ、ありがとうございましたありがとうございましたこっちの YouTube あ、右寄りの概要欄貼っとく YouTube ね1000万再生いっとったやしょとバリおもろかったあれおもろかったあれはライブのやつやんなライブやけどいや、あれめっちゃおもろいあれおもろよなあれえぐいめっちゃ褒めてくれるやんいや、あれは俺もじゃ神言ってんね今じゃ言い過ぎたから動画でだから普通にあれがすごいおもろかったいや、あの怖いね携帯割れたらどうすんなって近いな音も聞こえるしするするするまあ、YouTube とかまたあれやしそうやなやろうぜやろうか OK、ありがとうありがとうございましたありがとうございましたさあ、ねえ